氏名は、ベルギーの市名にある、スクールモン修道院で醸造される、トラピストビールの名称である。氏名の4種の瓶と、グラスに入った、市名ブルー中世から、ビール自体の生産は行われていたが、トラピストビールとしての生産が、市名醸造所にて始まったのは1862年からとなっており、当初は、地域の失業者を雇用する目的であったと、伝えられている。 1876年からは、チーズの製造も行うようになった。他のトラピストビールと同様、使名の販売による利益は、修道院の活動及び、地域の開発にのみ当てられている。製造は、修道院内の醸造所で行われ、院内に設置された井戸水が使われる。製造過程で出る、爆汁を作った後の麦のカスなどはチーズを作る、目牛の飼料に利用されている。 醸造後、発酵を終えたビールは 12km 離れた工場へ輸送されて瓶に詰められる。この瓶詰め工場では1時間に4万本を瓶に詰める能力を持っている。そうして瓶詰めされたビールは3週間ほどの再発酵期間を経ながら世界中へと送られる。使命として4種類あり。ルージュ、トリプル、ブルーは一般販売されるが、 奴隷の未修道院内での飲用と近郊のカフェ等での限定提供が基本的である。それぞれマグナムボトルとラージボトルにはコルクセンが使われている。小瓶は0.33リットル。ありがとうございます。